はい、どうも、よりいちです。今回は、鬼滅の刃、一番くじ、黎明に刃を持てを引いてきた開封動画をやっていきたいと思います。今回は、1店舗で5回引いて、その後2軒目、3軒目と回ったところ、2軒目は順番に並んでたところで打ち切り、3軒目に行ったところ、3軒目はもうすでに完売ということでした。ということで、1軒目の5回分ですね、しかちょっと購入できなかったんですが、このラインナップをご紹介したいと思います。動画の中でやっていると思うんですけども、まあ、iPhone でね、撮影してるので、ちょっと画像がお見苦しい点があるかもしれないですけども、ご了承ください。まずですね、こちら。チョコノコグッドラバーマスコットが3つね、ありました。と、ハンドタオルの、煉獄さんはね、もうやっぱり人気でなかったので、僕は7番目ぐらいに並んでたんですけど、もう煉獄さんがなかったので、なんとなくこの構図のネズコが入ってるんで、このネズコのハンドタオル。で、ここまで4つ。ありますかね。では、残りの1個、何でしょう。じゃじゃん。はい。こちらですね。炭治郎、一番くじ、A 賞、浜戸炭治郎が当たりました。まだね、ちょっと箱の中に入れたままなんですけど、これ、見てください。でかくないっすか？あのね、ケーキの箱かって思うぐらいね、大きかったんですよ。で、まあね、A 賞だから、それなりの重量感もあって、そうそう、結構ね、大きいんですよ。こんな感じですまだ開けないんですそう。この子の方も、じゃあ、ちょっと開けてみますか。ね、まずは、こんな感じ。全23種類ですね。あるので、開けてみたいと思います。はい、1個目開けました。ムジャン様ですね。かわいい。これはかわいい。いいんじゃないですか？いい。とってもいい。じゃあ、2つ目開きますね。はい。じゃじゃん。二つ目はねずこ。ああ、ねずこもかわいい。いいですね。結構ね、重さも。やっぱ皮でできてるだけあって、そこそこいい感じのラバーマスコットになっててね、すごくいいと思います。かわいい、かわいい。じゃあ、三つ目。いきますね。ほい。じゃじゃん。またまたねずこでした。ってことで、これで全てですね。で、そこのラバーストラップが2つと、ムジャン。はい。ちょっとね、ごめんなさい。光の反射で、なかなか、映りがもう聞こえてない。と、ネズコのハンドとか、よいしょ。炭治郎、当たりました。皆さんはね、どんな結果だったでしょうか。とても楽しみですけど、まあね、2軒目、3軒目がちょっとね、回れなかったっていうか、回ったけど、もうすでに完売されてたっていうのがちょっと悔やまれますけども、まあ、5回分買って、これ、フィギュアね、1体ゲットできたから、よかった、こうなんじゃないでしょうか。というわけで、こんな感じで、開封動画してみました。よくよく。まあね、煉獄さんの方はまだ我が家には来てくれないという結果に終わってしまいましたけど、まだ第2弾の方が7月の10日間にありますので、またその時にリベンジできたらなと思います。じゃあ今回はこの辺で開封動画とさせていただきました。またね。